今藤巻委員から日銀の財務の健全性という話がありました。ちょっと 党のポジションとちゃうよね。まあ、金利が上昇してですね、含み損が膨らみ、まあ、日銀の財務健全性が失われ、円の信認が毀損されてしまう、まあ、このような事態というのは、想定されておりますでしょうか。日本銀行黒田総裁。そのような状態は想定しておりません。日銀の財務の健全性という話がありました。ちょっと 党のポジションとちゃうよね。かつて日本維新の会はですね、マニフェストに、そういうことを時価会計を導入してですね、日銀財務の健全性を明らかにするみたいなことが書いてあった。実は私が政調会長になる前は書いてあったんですが、私が政調会長になりまして削除しましたんで、そういうことが必要であるとは今考えて、党としては考えてないというのが公式見解ですよね、藤巻さんね。だと思います。まあ、異論があったらまたすいません。今日はですね、マクロ経済とインボイス、ちょっと遠い話のように聞こえますが、財政政策、大変重要な局面を迎えてます。でまず私はですね、基本的に最近の、金融財政、高く評価をしています。先ほどから野党第一党の一部の議員さんがですね、なんか上から目線で日銀総裁けしからんとか言ってますけど、素晴らしいハンドリングをされておられるし、先の補正予算についてもですね、まあ、大変大きな歳出圧力がある中で、バランスを取ってですね、まあ、うちの党は反対しましたけど、私はその、まあ、刺激を、まあ、物価高ですから、コストプッシュインフレ化ですから、刺激をあまり、まあ、しすぎるのも問題がありますが、他方、景気をしっかりと下支えしていく必要もあるということで、大変難しいマクロ経済運営をしていただいているということで、基本評価をしているということです。で、ただですね、インボイスが始まりますね、来年の10月。で、これは来年の10月というのは、マクロ経済運営上出てきたタイミングではありません。そうですね。インボイス制度が始まる。これ別にマクロ経済運営の観点から配慮されたタイミングではない。でもそのタイミングで、来年10月から消費税収が増えます。これ私は増税だと言ってるんですが、大臣、これ増税ということでよろしいですね。鈴木財務大臣。インボイス制度でありますけれども、経過措置が経過措置期間後はですね、免税事業者からの課税仕入れが、仕入れ税額控除できなくなる仕組みであることや、そうした仕組みを前提にいたしまして、課税事業者となることを選択して、インボイス発行事業者になる方々がいるといった点を踏まえれば、足立先生ご指摘のとおりに、一定程度の増収をもたらすものと考えられます。したがって、インボイスの導入により、結果として増収となるものの、税率の引き上げのような増税を目的としたものではなくて、あくまで複数税率の下で適正な課税を確保するための制度であるということをご理解をいただければと思うところであります。まさにインボイス制度は増税のためにやっている制度ではない、これはもうご答弁のとおり。ですが、他方、自然増収ではないですね。自然増収じゃありません。制度を見直すことによって、消費税収が増える。これ、増税を伴う制度が来年10月から導入される。ここで増税という2文字をですね、言わないっていうのは、私はこれは評価できない。だって制度が見直されて増税になるんだから、それは消費増税なんです。それをね、赤旗に書かれたくないからといって言わないっていうのはね、これは私は極めて強く
政府の姿勢を批判せざるを得ないんで、大臣、もうこれは赤旗だけだと寂しいんで、五大臣に書いていただけるようにですね、しっかり来年10月から消費増税だとおっしゃってください。普通、増税といいますと、消費税率を引き上げると、まあ、いうことだと思います。先ほど私が申し上げましたのは、まあ、インボイスによってですね、増収になるということでございまして、そういう意味におきましては、まあ、いわゆるこの増税とは違うと、こういう判断でございます。自然増収ではない、自然増収ではない消費税収増があるということですね。自然増収じゃないのに増税でもない、何なんですか。適正な課税を進める複数税率の下でですね、そういう中で、先ほど申し上げたような中において、まあ、増収が発生しうると、こういうことであります。今日通告いっぱいあるんですが、もう一問で終わりそうですね、時間。ちょっと引くに引けないです、これは。だって自然増収じゃないんだから、制度が変わるんですから、来年10月から消費税制、消費税の制度が変わる、消費税収が増える、それはまさに意図して、本来、主目的ではないけども、主目的ではないけども、付随的に消費増税が制度改変によって行われる、これを認めないというのは、私はもう、政府としてありえないと思いますよ。大臣、ここはね、もう諦めていただいて、ただ私は、インボイス制度賛成ですから、大賛成なんですよ。だから大臣、ここはね、私にね、一言ください、これは。だってこれから私はもうマイク握って、財務大臣の応援するんですよ、ずっと。インボイスはやるんだと。いや、賛成でしょ。ね、住吉部会長賛成って言ってました。ちょっと大臣、ここはね、やっぱり私はね、これね、やっぱりインボイスにかかる間違った批判が多いんですよ。だからこれからしっかりと来年10月に向けて、しっかりと国民と対話をしていく上で、ここは議論の入り口として、これをあやふやに、曖昧にするから、出口も曖昧になるんです。制度改変によって消費増税が付随的ではあるが行われる、これを認めないことはありえないと思うんですけど、同じお答えになって大変恐縮なんですけれども、まあ、複数税率を導入いたしました、その中で、適正な、まあ、課税を確保するという観点から、このインボイス制度がこの導入されるわけであります。で、その中において、足立先生がご指摘のように、増収となる部分がございます。しかし私ども、消費税率の、まあ、増税というのはですね、5% から 8%、8% から 10%、まあ、そういうことを指して言っておりますので、この点については、まあ、増収となるということで、ございまして、その点はご理解を賜れればと思っております。まあ、ちょっと認められませんが、ちょっと時間の関係があるんで、次いきますが。そうした消費税収の増が見込まれているわけですが、先ほど私がご指摘を申し上げたように、この来年の10月というのは、意図して、要はマクロ経済運営の観点からの配慮はないですよね。私は今の先ほど冒頭、高く評価すると申し上げた金融政策、財政政策のハンドリングの中で、来年10月に本当にその自然増収ではない消費税増収をですね、やっていいかどうかは、マクロ経済運営の観点から改めて評価をし、私は回避すべきだと思います。いかがですか。鈴木財務大臣。頭悪いな、君。インボイス制度はですね、まあ、複数税率の下で、適正な課税を確保するために必要なものでございまして、私どもとしては今の時点で回避をするということではなくて、なんとかこれをですね、円滑な移行を図ろうと、まあ、こういうのが今の政府の立場でございます。そしてこの円滑な移行を図るという観点からは、
制度移行後も6年間は免税事業者からの仕入れであっても一定の仕入れ税額控除を認めるなどの経過措置を設けているほか、今般の補正予算では持続化補助金や IT 導入補助金など新たなインボイス発行事業者への支援策の充実を盛り込んだところであります。また税制上の対応につきましても与党税制調査会の場におきまして激変緩和や事務負担の軽減の観点からご議論をいただいているものでありまして、政府としてはこうしたご議論も踏まえ事業者の負担軽減について適切に対応してまいりたいと考えております。さまざまな経過措置や激変緩和、激変緩和は今議論されているということですが、与党の方でね、これは私が申し上げた消費増税、私の言葉で言うと、これ消費増税ですよ。消費増税を相殺するぐらいの措置が行われると、これ、相殺されるということでいいですか。先ほど、インボイス制度の円滑な移行について、政府の取っている、また取ろうとしていることについてですね、お話をさせていただきました。軽減税率制度の実施から4年間の準備期間を設けるとともに、制度移行後も6年間は免税事業者からの仕入れであっても一定の仕入れ税額控除を認めるといった負担を緩和するための十分な経過措置を設けているところであります。そして持続化補助金、IT 導入補助金、これは、令和4年度の補正予算において措置したということも先ほど申し上げたところでございます。また税制上の対応も、先ほどですね、今与党の税制調査会で議論しているということも申し上げたところでございます。で、以上申し上げた支援策を通じて事業者の負担を軽減して、経済への影響をですね、最小化したいと、そしてそれによってインボイス制度の円滑な導入を図ってまいりたいと考えております。維新以外の野党はね、インボイス制度が導入されるんだから、されると、まさに今日議論したように、消費増税になると、で今、経済状況の中で消費増税は良くないから、インボイス反対だっていう人多いんですよ。本当にレベルが低い。切り離したらいいんですよ。確かに消費税法、税法の本則の世界では、そういう、財務省側の議論のようになるのは、理屈上、そういうふうになってしまう、もちろん消費税を導入したときのボタンのかけ方が悪かったから、今、こうなっちゃってるわけだけど、ただ、あえて、今、これからどうしますかということを考えると、私は、所得でもいいから、租税特別措置でもいいから、しっかりとこのインボイス制度は来年10月から導入するが、自然増収ではない消費増税の部分については、マクロ経済運営というか、財政運営の観点から、経済運営の観点から、所得でここは消費増税をどうするかは、別途、別の理屈で考える、だって、インボイス制度を来年10月に入れるって、別に経済運営のこと考えてないんだから。しっかり経済運営のことを考えて、タイミングを、要は切り離して議論すべきだと思いますが、いかがですか。一つはですね、この制度の円滑な導入ということが一つの論点だと思います。そして、先生の言うマクロ経済、来年の10月の時点の日本経済の動向に対して、このインボイス制度がどういうふうな影響を与えるかというような、そういうご指摘であると、そういうふうには思います。そういうことについては、今後ともよく注視をしていきたいと、こう思いますが、私どもといたしましては、法律で決められている来年の10月の導入、これに向けて、円滑な導入が図ることができるよう、しっかりとした対応をしていきたいと思っております。時間が来ましたので終わりますが、本来意図していない来年10月というタイミングで消費増税が行われる、自然増収ではない消費税増税が行われることについてはですね、本当に今、日本経済の先行きを左右する大変重要なタイミングですので、しっかりとそこは
よく試案をいただいて、ご対応いただくようお願いして質問を終わります。ありがとうございます。